こんにちは、クラシカの UJ です。今回は、私 UJ がおすすめする国内の、レザーブランド5000ということで紹介していきたいと思います。財布とか、ね、バッグとか探している方は参考にしていただければなと思います。まず1つ目ですね。1つ目に挙げるのがワイルドスワンズでございます。1998年創業の日本のブランドでございます。河野三兄弟という方が創業されたブランドなんですけれども、ワイルドスワンズの良さっていうのは手に取るとやっぱり分かりますね。非常に高品質、細かい細部のステッチだったり小刃の抵抗さっていうのもあるんですけども、手に取った時に他の商品とは違う存在感というか、他のブランドと比べるとちょっと抜き出てるなっていうのを感じますね。おすすめレザーブランドを挙げるとなると外せないブランドかなと思います。前にね、動画で、ワイルドスワンズのブランドとして詳しくやっておりますので、そちらご覧いただければなと思います。ピックアップアイテムとしましては、こちらタングというモデルでございますね。ブランドの中でも人気のモデルでございまして、小銭入れなんですけども、小銭入れと間に仕切りがあって、まあ、カードとかをね採点してしまえるっていうアイテムになるんですけども、キャッシュレス化ということで、これあれば今の時代十分ですね、まあ、間違いない非常に人気のアイテムでございます。気になった方は参考にしてください。で、2つ目のブランドですね、ラストクロップスというブランドでございます。このラストクロップスですね、実は先ほど紹介したワイルドスワンズ創業者の河野三兄弟の長男の方ですかね、が2006年に独立して創業したブランドでございます。まあ、ワイルドスワンズがもう品質がめちゃくちゃいいと、この製品たちをさらにね、よりコアな、ね、層に向けてよりディープにね作られている製品、こちらがラストクロップスの魅力でございます。ラストクロップスの方はさらにね重厚感が増した作りになってます。ワイルドスワンズと比べるとかなり肉厚に作られてまして、存在感が抜群にありますね。まあ、ただ生産数がね少なくて入手が難しいですね。特にシェルコード版のモデルだったりはかなり人気が高くて、生産されて販売されると同時に売り切れてしまうという状況になっておりますので、なかなか入手が難しくなっております。僕も実はこのラストクロップスの財布使っておりまして、おすすめのブランドでございます。オフィシャルのブログあるんですけれども、こちらチェックしてると手に入れられる確率が高くなるかと思いますので、はい、ぜひ確認していただければと思います。ピックアップアイテムとしてはアンカーの L 生財布ですね、ウェーブに似たモデルになるんですけれども、ワイルドサンズでもそうなんですけども、デザインとしてね三つ折りのこのスナップの部分だったりとか、すごいかっこいいですね。シンプルな中にねかっこよさが詰まっているというのと、やっぱり使い勝手が非常にいいですよね。まあ、L だったり M っていうサイズもあるんですけども、日本のお札入るので L が今回は選ばせていただきました。3つ目、今回選んだのがマンソーでございます。1995年創業のブランドですね。ネーミングの由来が面白くて、上野に、今お店があるんですけども、そこのお店にねマンソーが入った時に、前のお店テナントが入ってたお店の名前が多分マンソーだったっていうことで、看板が残ってたらしいんですよ。その看板を変えるのがめんどくさかったっていうことで、そのままマンソーっていうお店にしたらしいですよ。これ面白いですよね。おすすめポイントとしてはコストパフォーマンスっていうところにあります。非常にね品質が高いんですけれども、高品質な製品を常識的な価格でっていうことで、公式では歌ってやってるんですけれども、本当にそうなんですよね。技術力というか品質の基準というのが高くて、職人さんが作ったものでも基準に満たないものに関しては販売されないという、職人に求められているものが高いというそういったブランドでございまして、なんて言うんですかね、非常に職人気質というか粋という言葉がねすごい似合うブランドですね。あの製品にねブランド刻印がねないんですよ。パッと見た感じで渡されても、あのマンソーっていう風に分かんないんですよ。この品質、このディティールだったりっていうのを見ると、あマンソーだなっていうのは分かるんですけども、装飾のなさというかブランド名を売らないというかね、そういうところがねまた粋ですよね。財布とかバッグとかにね結構デカデカとブランド刻印バーンって出されると引いちゃう部分もあったりするので、これは結構ねかっこいいなと、まあ嬉しいポイントかなと思いますね。最近ね YouTube
をかなり更新しているようで、1年くらい前から商品の紹介だけじゃなくて製造工程だったり素材の性質だったり詳しくね YouTube で紹介しているので、めちゃくちゃ面白いのでぜひねご覧になっていただきたいなと思います。ピックアップアイテムとして今回選んだのはシングル10ファスナーというブリーフケースですね。そうなめしわじというレザーを使っているモデルですね。このそうなめしわじっていうのがマンソンのオリジナルのレザーでございまして、そうなめしわじっていうのが使われる前までは海外の上質なレザーを使ってたんですけれども、日本のレザーを使ってまるまるオールジャパンメイドの製品を作っていいんじゃないかということで、完成するまでにすごい長い年月をかけてこだわりの詰まったレザーになっていて、傷がつきやすいねっていう特徴はあるんですけれども、経年変化にこだわった癖のあるね、ちょっとマンソーらしい特性あるレザーになってるんですよね。ビジネスバッグっていうところはね、マンソーの非常に良さが出るアイテムかなと思います。コストパフォーマンスが非常にいいんでね、49,500円で販売してる商品です。このクオリティで49,500円はまずないですね。はい、なのでブリーフケースだったり探してる方はぜひこの、マンソーのシングル10ファスナーご覧になっていただければと思います。4つ目ですね、4つ目ご紹介するのがガンゾというブランドでございます。1917年創業のかなりの老舗ですね。100年以上は歴史のある、会社になっておりまして、株式会社アジオカという会社の、ブランドがガンゾというブランドになるんですけども、ブランド自体は1999年にスタートしたということでした。この会社がどういった会社かといいますと、 OEM を手掛けている会社でございまして、この OEM っていうのがその各ブランドがですね、技術力の高い会社とかに外注をしてアイテムを作ってもらうっていうことなんですけども、株式会社アジオカさんがですね、ジバンシーだったりクロエだったりとかかなり有名なブランドの OEM を手掛けているっていうことで、技術力の高いブランドであるなということですね。 OEM をね多く手掛けているということもあって、大枠を見るとねシンプルなデザインではあるんですけども、そのヨーロッパの味付けというのか、そういったものを感じる洗練されたデザインっていうのが魅力だと思います。ピックアップアイテムとして選んだのがシンブライドルっていうシリーズがあるんですけども、小銭入れのファスナーがついた長財布、特徴としては外側はブライドルレーザーになってるんですけども、内側がねミネルバボックスっていうレーザーを使っておりまして、ミネルバボックスっていうのが経年変化がすごいいいレーザーなんですけども、外側の経年変化っていうのはまあもちろんなんですけども、ガンゾのシンブライドルシリーズに関してはこのミネルバボックスが内側についてるっていうことで、内側の経年変化っていうのがすごいね楽しめる財布になってるんですよね。これが魅力ですね。一応ラウンドファスナーのモデルもあるんですけども、ラウンドファスナーだとねその内側の経年変化っていうところであまり手に触れないところなので、そこの変化を楽しむんであれば長財布もしくはその折りたたみの2つ折りの財布っていうのが個人的にはおすすめですね。で最後5つ目ですね、5つ目のブランドに選んだのが大葉製法でございます。こちらは1935年創業の、日本のブランドでございます。創業以来あの大葉ランドセルっていう、ランドセルを多く作っていたブランドなんですけれども、ランドセルを長く作っていたその、まあ、経験を生かして財布であったりあとバッグであったりもたくさん作っているブランドでございます。この大葉製法ですね、実はあの硬質の薬箱なんかを作ってるようで、硬質御用達ということで知られているブランドでもありますね。個人的にはね、まあ、財布というよりかはバッグがおすすめですね。このブランドの特徴としてはね、勤勉でもう丁寧な仕事というか実直で、まあ、技術力の非常に高いね製品が魅力でございます。ブランドの顧客層というかそういったところは結構年齢層が高めなのかもしれないですね。若い人がね大葉製法を持っていたら結構僕かっこいいなってなるかもしれないですね。おすすめポイントなんですけども、僕結構その仕事柄ダラスバッグだったりは海外国内問わずいろいろ触れてはきたんですけども、今までそのダラスバッグを見て結構トップクラスにすごいなって思ったのがこの大葉製法のダラスバッグですよね。ダラスバッグの仕様上ね非常に複雑な作りなので、かなりその技術力が必要とされるバッグなんですけども、大葉製法のザ・ダラスバッグ
ていう名前のダレスバッグになるんですけども、まさにザ・ダレスバッグなんですよ。もう佇まいというか重厚感というか、他のダレスバッグと並べてみても一つ抜きんでたクオリティっていうのをね感じました。さらに一つピックアップするアイテムとしては、オールレザーブリーフっていうブリーフケースなんですね。このブリーフケースすごいですよ。めちゃめちゃいい。サンタクロージュカーフっていうレザーを使用した、底の部分がね広がった、ブリーフケースになるんですけども、これもね存在感がすごいですね。同じその、ブリーフケースという枠組みの中でこれだけその存在感で出るものなのかなっていうふうに見た時に、ね、思いました。この字型にファスナーがついているので、非常に使いやすいっていうのもありますし、ちょっとお値段も張るんですけれども、ビジネスバッグ悩んでいる方いましたら、ぜひ一度機会があれば見ていただきたい商品でございます。ということで、5つのブランドをね紹介させていただきました。クラシカではね、今回ご紹介した5つのブランドの他にもね、いろんなブランドを紹介していきたいと思っておりますので、この動画が良かったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価ですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。こんなブランドを使ってますとか、このブランドいいですよねとかございましたら、コメント欄の方に書いていただければなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。ゆうじでした。